隣にキラーくんがいます。今日はね、ともおじちゃん、ゆうちゃん、つかとし、こんにちは。みんなこんにちは、ありがとう。田沢さん、こんにちは。おこねもつたきさん、はい、こんにちは。ラジオ配信やめよう。おはよう。ヒートテック女登場。暑くてヒートテック。なんかお腹の調子が悪くて、なんかすごい今日漏れてる気がする、すっぴんなくせに。加工か、加工だなこれは。目の大きさバグってね、なんか加工すで。もともと目大きいけどさ、これどうやって直すんだろう。ペクとか目こんぐらいでいいだろう。くっしゃ、プチくっしゃ。はい、こんにちは。めっちゃゴロゴロいってるよ。ポコの音符チュッチュ、ありがとう。ともあきさん、こんにちは。ハチ、こんにちは。ゴロゴロキラーちゃんね。まあまあ怒らんといてよ。爪もやられてるか。映さない。リアちゃんの顔映んないんだけど、そこに枕にされると、枕にされ、そこで枕にされると、でリアちゃんの顔映んないんですけど。もこの永久リア推し、ありがとうございます。ありがとう、おはようございます。キラーくんいます。でもさっきトイレ行ったから大丈夫だよ。みつばちゃん、やっちんちゃん、おっぷありがとう。そかんとくんも、ともいちゃんもおっぷありがとう。 JT ちゃん、レインボースター、ありがとうございます。また浮気してる、また浮気してるわ、アバターで。なんかまだお疲れのようですね。耐えてないよ。ひらくんの方がなんか疲れてるみたい。もう負けなさいって。でれれれれんてれれれれれてれれれれてん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 。浮気してる、あ、浮気証拠隠滅してる。いや、もう私は見てたから。もう見たの。
ゃあいいよ。ひろひろちゃん、つたき様、警備員さんじゃないな、警備員さんだった。浮気もう見えてたんで大丈夫ですね。今頃浮気してないよなんて言っておってね、キルアちゃん見えたよね。新潟寒くない、わかんないちゃんこんにちは、ひさちゃんおんぷちゅっちゅありがとう。明日撮影会なんだけどさ、明日撮影会なんだけどさ、でもなんか予約ないらしくてさ、一枠も予約ないらしくてさ、珍しく、あらと思って、みんな忙しいのかな10月はと思って、明日はなしになるかも、ちょっとショック、ちょっとショックだけどなしになる。トンピーマンちゃん、音符ギフトありがとう。お、JT さん、ひまわりの種ありがとうございます。浮気者。ひさちゃんも音符チュッチュありがとう。明日ゴルフだ、すまない。いや、もうやんないからね。もうやんないよ。もう撮影会やめるわ。もう撮影会やめるね、キルアユリア。これから。違いのわかるさん、つたき様です。かわいい。パンショちゃん、わかないちゃん、プチッチありがとう。オンリーライブして。オンリーライブしてもさ、いいけどさ、いつがいいか聞いてもさ、いつがいいのって聞いても全然返信来ないから、じゃあオンリーライブするか。3連休のこの3連休の最後にしようかな、14日。いつがいいですか、オンリーライブするの。何時頃ぐらいがいいのか。時間決まってないから寝てるときありがち。いや、決まってるやん、時間。時間決まってるやん。ちなみに、今日はワイの誕生日やで。おめでとう。みつばちゃん、お誕生日、おめでとう。うどもちちゃん、つたき様。じゃあ、14日オンリーライブします。ね、キルア。14日何時がいいかな、何時にする、14日の。
お、花束。月曜日？祝日でしょ？14日って。14日って祝日でしょ？もこんちゃんこんにちは。どこ行くの？どこ行くの、キラちゃん。ちょっとここにいてよ。肩もみしてあげる。まあでもやるとしたら夜だな。オンリーライブも夜かな。ハマグリヤンさんこんにちは。ギリギリミヤちゃん、トリオヤちゃんこんにちは。猫ちゃん、何？もうこんちゃん、マネブレ12。じゃあ14日の何時からにしようかな。お、辛味噌チブさんこんにちは。14日のなるべく遅い時間で。遅い時間って何時なんだろう。遅い時間って何時だよな。21時以降。じゃあ22かな。22時ぐらいかな。わかないちゃん、ひまいの種ありがとう。みんなありがとうございます。ワイは直接お話しする。19日ね。13日誰も来ないかな。明日誰も来なかったらなしってことでいいのか。私はでもなしですってなるか。そしたらゆっくり家で休むかね。キラーちゃんと一緒にね。ね、結構口。リベドラちゃん、ミツバちゃん、プチッチありがとう。なんでそっち行くの。枕にしよう、キラーの。なんで尻尾いじっちゃダメなの。
蹴られてる、見て、ヒロ蹴られてる。なんだこの捕まった。ハチレインボスターありがとう。カツトシちゃんこんにちは、ありがとうございます。ちょっとラジオ配信にします。よいしょ、ありがとう、ピラーくん。うん、1233、107人目ファンファン、ありがとうございます。わかんないちゃんもグリッターギフトありがとう。カツトシちゃんもケーキギフトありがとうございます。みんなありがとう。なたばの代わりにメロディーを。ハマグリアンさん、ファンレベルアップありがとうございます。みんなありがとう。まあ一瞬顔出したのでね、こっからは ラジオ配信させてもらおうかな。今日は、お、ジギーゼットさん、こんにちは。今日めっちゃ晴れてるからね、散歩でもして。今日、うわ、びっくりした。何？キルアに噛まれたんだけど、急に。今日はバイトだよ。今日もバイト、明日もバイトかな。だるい。つばちゃんもモンブランありがとう。もーもーモンブラン、もーもーモンブラン。もーもーモンブラン、もーもーモンブラン。ベビータッピー、ベビータッピーっていうところ一回も行ったことないな。
原宿に何回も行ったことあんのに、その原宿系の食べ物食べたことないな、カラフルな。まあでもなんだっけ、でっかい綿菓子みたいなの食べたことあるけど、ファイト、えっぱーっつって、ファイトギフトありがとう。カラフルモンブランみたいな食べたことないな。原宿は若い子がいっぱいで怖い。怖くないよ、こっちだってね。おじさんがいっぱいいるところ怖いよ。斉藤一発なんてネタ あったの。そうなの、一本満足。それはあれじゃん、若い子がいっぱいいるところに行くのは全然構わないけど、おじさんがいっぱいいるところには私はちょっと逆に怖いけども。神さん、外人さん、諸事情さん、こんにちは。おじさんいっぱいはわしも怖いでしょ。でもおじさんいっぱいいるところによくエレキトルも行ってるでしょ。アイドルの現場とかもおじさんいっぱいいるやん。おじさんなんて失礼なとか思われるのかな。何歳からがおじさんなんじゃ。アイドルからしてみればもう30歳ぐらいからおじさんに見えそうだけどね。30、35、30はまだか、30前半はまだか、30後半ぐらいになったら。うちの会社はじいさんばっかり。おじいさん、おじいちゃん、なあに、おじいちゃんっていい匂い。まちみんちゃん、駅より合うし、ありがとう、おはよう。キラー君に構われてる。線香焚いてる匂いでしょって、お線香の匂いでしょ。まちみんちゃん、こんにちは。でも実際問題、ゆりあちゃんもよくさ、お香とかお線香とかさ焚いてるからさ、ワンちゃんお線香の匂いするって思われんのかな。部屋でお香焚いたりするからさ。何のお話ですか。
おじいちゃんはいい匂いだねっていう話。おばあちゃんの匂い？おばあちゃんは別になんかそんな匂いしないよな。そう、お香炊いてんのよ。よくお香炊いたりしてるからさ、自分もお香の匂いするのかなって。おばあちゃんとかおじいちゃんってお香じゃなくてお線香の匂いじゃん。今年若いのが一人入ったけど、なかなかにポンコツ。教えてあげましょうよ、若い子には優しく教えてあげましょう。でないと若いという人材が逃げてしまいますわ。若い子には優しく接しないと、貴重な人材なのに。おばあちゃんのはオロナインの匂い。おばあちゃんそんな怪我する？ポロタン本人は。うちのおばあちゃん無臭だわ。紫式部とか清少納言の話、世界ですね。お香炊かないの？みんなお香とか炊かないんですか？私はお香炊いてるけど、今でも普通に。若い子漢字読めなさすぎる。そうだね、私も漢字苦手だもんな。優しく教えてあげてください、若い子には。電卓使えない子ぞいた、優しく教えてください。もう、もう若い子、若い子は、若い子はって言うけど、おじさんたちは全然スマホ使えなさすぎる。逆に本当に全然スマホ使えてないんだから。え、そんなのも使えないのって思うよ、こちらって。電卓使えないの、漢字読めないの。いや、なんでそんなスマホの機能使えないのって、こっちからしてみればそうですけどね。なんでネットで買い物できないのって。なんでタッチ決済ができないの。60の新人と26歳の新人の教育係してんすごいさ。ボディなんだろうな、クリームかな、ボディなんだろう、ボディホワイトムスクとかブラックムスクを使ってます。めっちゃいい匂いやん。ムスク系好きなんだね。私はウッド系が好きだから、ね、ちょっと木の匂いみたいな感じなのが好き。ウッディーな感じ。よしいけちゃん、こんにちは。ありがとうございます。あ、ソープね。ボディーソープか。ボディーソープか。なんだ、ボディースクラブとかかと思う。ボディーソープはなんか羊の、ヤギか、ヤギのやつ使ってます。ヤギのでっかいやつ、ドンキに売ってる。ヤギのでっかいやつ、ヤチヨ。これ読めない人いた。グアプちゃん、こんにちは。まあ、読めなくてもね、スマホで検索できるからな、素早く。若い子は、若い子はスマホで素早く検索しちゃうからな。お、グアポちゃん、ゆりちゃんズ108人目。ペンギンさんも109人目、ファンファン、ゆりちゃんズ。ありがとう。すごい。連続。ペンギンさん、ありがとう。もうゆりあちゃんだってね、アルバイト先でね、新人ちゃんに教えるけどね、
何回教えればいいんだろうって思うことたくさんある。え、なんでそれ何回目みたいな、何回目みたいな感じな人いるよ、いっぱい。だけどね、怒らないで教えてるよ。あ、これはねこうやるんだよ、これはねこうやるんだよ、この前も言ったよって。おみつばちゃん、プチッチありがとう。漢字読めないくせに逆ギレして1ヶ月やめてた。マギか、大変やな。なんでメモせえへんねんって切れたこと。なんか、まあ、私もね一回ね、そのことで一回違う子になんでメモしてないのっていうのじゃなくて、この前メモしてたよねみたいっていうのを前言ったことあるのね。同じ子じゃなくて違う子なんだけど、この前メモしてましたよねみたいな、まあ、上の私よりも年上だったから、目上の人にだったから、この前メモしてましたよねって言ったの。私もメモ何書いてるんですかって言ったの。私も言ったことあるよ、メモしたメモ見ないのからさ、え、そのメモって何書いてるんですかみたいな。っていうのを言ったことあって、そしたらその人が辞めてった。その人を辞めてって、なんか私を厳しく教えたから辞めたとか言われて、その社長さんだかの人に、社長さんに言われて、はぁと思ってイラついて、ふざけんなよと思って言い返したからね。言い返したよ。え、なんであんなことあれぐらいで辞めるんですかみたいな。あれぐらいで辞めるんだったら辞めた方がマシだと思いますって言って、私言い返したからね、社長さんに。まあまあまあって言われた。アルバイトの分際だから何でも言えると思って。こんな狭い厨房でね、あんだけあたふたされたらこっちだって困りますよ、忙しいのにとか言って言ったの私が。まあまあまあみたいな。そうだけど、そうだけどって言われて、人のせいにすんなと思って、じゃあ自分が教えろよとか思って、じゃあ私が教えなくて、私教えないですって言ったもん。その後、じゃあ私別に教えたいと思わないし教えたくないんで教えないですって、他の人に教えてもらう、教える、教えろって言ってくださいって言ったの、私じゃなくて。え、わかる。自分で書いたメモをね、私もね読めない時あるよ。こっちはさ、もうさ、お店が、お店のさあれだよ、こっちなんてもうお店の欠点みたいな部分をさメモって、これこうだからこうした方がいいと思いますっていう、そういうのさえもメモってんのにさ、こっちはやり方をメモってるわけじゃなくて、こっちは改善しなければいけない点をもう今メモってんのよ、メモに。あれがなかった、なんかメニュー表に新しいメニューのあれがなかったからメニュー足さなきゃいけないとか、こうしなきゃいけない、あれしなきゃいけないとか、今日あれなくなったからあれしなきゃいけないみたいな、全部メモってんのにさ、こっちは逆に、これ分かりにくいからこうしないとみんな分かんないですよみたいな、バイトみんな分かんないですよとかさ、社員さんに言うぐらいのさ
さ見てんのにさそんな風な言われ方したらもうイラつくよね。もうどうにでもなっちまえって思う。もうじゃん。どうにでもなっちまえって思っちゃうよね。キモシスターさんに教わりたいな私に。優しく教えますが最初から期待してなからイラつきません。なんかね優しく教えて ね、こっちだってもうね優しく教えてもう10回ぐらい教えたんですよっつって、もう10回ぐらい同じことを教えましたって言ったもん。本当に10回言って10回できなかったらもうダメやろって言って、なぜ自分でやろうとしないんじゃと思って、同じこと10回聞くって相当でもメンタルは強いよな。その上でじゃあどうなんですかって言う、マジで本当にその上でじゃあどうなんですかって言ったもん。でさ他の人さ社員さんとかもさあの子ちょっととか言うからさ、いやいやあの子ちょっととやなくて教えろよとか思って、社員さんがじゃあ教えろよみたいな。そう覚える気がないんだよね。でメモしてるふりなんだよね最初って。多分メモしてるふりしてたんよ。ちょっと真面目に見せるための演技みたいなのあるじゃないですか。たまにあるじゃないですか演技することなんて。自分たちだって多分それだと思います。でここで演技はいらんやろって思うけどね、ここでの演技はいらんやろって思うけど、どうでもいい時の演技ならわかるよ。どうでもいいなとかその人の話どうでもいいなとか、いや振りだと思うよ。そうじゃなかったら聞き直してこないと思う。ワイなんか先輩に 99% ほったらかしにされてたからなんとか自分でなんとかしたわ。私はさ分からないことあったら聞くタイプやからさ聞くけどさ、分かんないものを分かんないままにしたくない人間だからさ、自分から聞きに行くタイプなんだよね正直言ったら。それではあはあはあってなんないといけないじゃん。聞きに行った聞いてくるんだったら理解しようよって思う。だから10回聞いてきて理解しようとしてない人にもう教えたくないし、怒るのも怒りたくなるのも分かんないっすかねっつって私何回も教えたんですよみたいな。それでそれですかって感じだったから、それで私がなんでそんな風に言われなきゃいけないんですか、見る目なかったんじゃないんですかって思ったもん。本当に採用したのはあなたですよね、見る目ないんじゃないですか人って。って思ったことが、それさすごいことにそれってね18ぐらいの時なんだよね私が18ほんと19成り立てぐらい、18とか19成り立てぐらいのまだ未成年の時の話で、相手が20、その辞めた人は多分20前半か後半20代ぐらいだったんですけど、すごいよね19でさそんなこと言ってんの。アイドルなる前に働いてた場所で起きてはみたいな、ふざけんなよとか思って、もういいよみたいな。たきんちゃんつたき様オンプチュチュありがとう、ファネベルアップありがとう。そうそうそうアイドルになる前にバイトしてたところで、まだアイドルもなってない時よ、まだ未成年の時。アイドルになったのはほんと二十歳なったぐらいの時かな。うん
確かで19ぐらいの時に出会って教えてもらって、てか自分がやんないと、てかまず実践しないと、実践しないと覚えない、体が覚えないからまず実践しないといけないよって思うんだけど、なんかすごい内気なのか分かんないけど、ずっと見てるだけみたいな。自分やりますとかさ、まあ、やってみるって言ったら、いやまだ覚えてないんでみたいなこと言われるの、いや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 、教えるからやりなさいよって思っちゃうけどね。やってみるって言ったら、私はやっちゃうんだけど、はいとか言ってやっちゃうんだ。でそれで教えてもらったりすればいいの、見てるだけじゃなと。大変だよね、人それぞれの性格があるからさ。多分私と噛み合わなかったら、相当私と合わないんだろうなって思った。この人は私と多分合わないから一緒にしない方がいいんだろうな、一緒に多分しない方がいいのになって思いながらもさ、店長さんがさ、ゆりあちゃん教えてあげてとか言って、いや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 無理とか、無理って言いたかったけど、無理って言いたかったんだけど店長さんに、いや教えられませんとか思って、とか教えても覚えないんですけどみたいな、何回も店長さんに言ってたんだけどね、このあの人教えても全然覚えないんですけど、どうすればいいんですかみたいな、うーんみたいな感じで流されるから、店長も使えねえなとか思いな、店長も結構ポンコツだったからな。ポコちゃん、サンタロウさん、あ、読んじゃった。いやでもさ、エレキトルとかさ、ハチとかにさ、知ってる上でさ、出会って知ってる上でさ、教えるってなったらちょっとマジで笑っちゃうんだけど。仕事できなさすぎる、偉そうにぼやいてる社員いたら、全体チャットで晒し首にしといた、かっこいい。あ、しばたんちゃんだ、久々。しばたん、しばたん、しばたん。しばたんって今年から始めてる、ん？毎日配信が今年からスタートしてんだ、すげえ。だげにきごめん、いいよ、ものすごく素直な部下いない、いやいやいや全然私が教えるのなんてないですよ。接客できるでしょみんな、多分みんなの方が接客とかうまそうだし、教えるのなんてなんだろうね、ドリンクの作り方とかサラダの作り方とかぐらいじゃない、飲食だから私。そう、トイレ掃除の仕方とか。人見知りじゃねえだろ、ふざけんなよ、全然人見知りじゃないじゃん、エレキトロ。嘘つき、嘘ついてます、この人人狼です。皆さん騙されないでください、エレクトロ給食ニストさんは人狼です、全然人見知りじゃございません、人狼です。え、ニニョちゃんだ、ニニョちゃん、今ほら見て、ユリアちゃんのこの写真、ニニョちゃんみたいなの持ってるよ。同じく人見知りですとか言って、みんな人見知りじゃん。まあ、スカトシはな、人見知りっぽいんだよな、いつも。スカトシは人見知りだなってわかるんだけど、ハチとエレクトロと JT さんは多分人見知りじゃないな。ミツバちゃんはどうだろう、わかんない。総監督も人狼。
スカトシは市民で総監督と JT さんと、ハチとエレクトロは人狼で、ミツバちゃんはちょっと分かんない。丸かったら大体俺ってか、やかましいわでも似てる。人狼です。明日殺します。はい、夜が明けたら私が殺します、みんなのこと。はい、みんなのこと殺します。人狼なんで。エレキトロさんとハチさんと、エレキトロさんとハチさんと JT さんと総監督と、そういえば似てるかも、ニニョに。ほら似てるって。シュシュさんこんにちは。似てるよね。そっくりだよ。まあ、通所撮ってるみたい。ニニョちゃんと通所。やばい、バレちゃった。匂わせじゃん、これ。匂わせ。やばい、ニニョちゃんとの匂わせなんだけど、これ。やっべ、匂わせちゃった。難しいけど、その時は、ユリアはわかる。ユリアって呼ばないでもらえますか。大変だけど、教えなければ。いや、もう散々教えた上だからいいんだよ。散々教えたんでね。もう昔の話なんでね。いいんですよ。だから私はもうそこで学んだ。自分が教えなきゃいいって。やばい、ニオちゃんとの匂わせしちゃってる。内緒って言ったじゃん、ニオちゃん。ニニョちゃん内緒って言ったじゃん。ニニョちゃん、ニニョちゃん、お腹すいたからご飯作ってお願いします。あ、やばやばいやばい、一緒に住んでることバレちゃった今。やっぱり同棲してんのバレちゃったじゃん。マイクオンにしてた。マイクオフにするの忘れてた。マイクオフにするの忘れてた。やっべ。やばいやばいやばい。やばい、マイクオフってたと思った。やばい。やばいやばい。やばいやばい。汗汗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 おもろ。はよ孫の顔見せておくれ。ニニョは関西人だぞ。え、どうせショック静かにして、今配信中だから。今配信中。うん、はーい、はーい、ありがとう。え、なに、わししばかれるやん。同棲におわせごっこ、同棲におわせ遊びですよ。同棲におわせ遊び。わかんない、将来の練習だよ。将来の練習、将来の練習してただけかもしれないですよ。だって私がほら、もし結婚したとして
結婚しても配信を続けたとして子供が遊びにガチャってね配信部屋に入ってきて、あダメだよダメダメ今ママ配信中やから静かにねっつってやんなきゃいけないじゃん、それの練習親とつならぬ子とつ。僕とぜひ、あーちょっといいです、練習は絶対ダメ、飲んで練習ダメなんです、今練習したっていいじゃん、チュン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 、その時わし生きてるかな、なんで、じゃあ僕と練習はいいかな、なんでみんな一緒に練習したがるの？ねえ、キラーちゃん。じゃん。キラーくんと。にゃん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 、なあいて夜中にいなこ猫ちゃん、かわいい、うちの子猫ちゃん、彼氏紹介します、ゆりあちゃんの彼氏、ごめん今一緒に寝てたんだよね、キラカレピッピと一緒に寝てたの今、ハチは本番がいいんだ、子猫ちゃんです、いつまでたっても子猫ちゃんだよね、かわいい、ほんとにうちの猫、あどこ行くの、ダメダメダメ、あ DV やめて、 DV はやめて、 DV はやめてよ、猫 DV、猫 DV だ、猫 DV 大事、拒否されるよ、うちの猫嫌いだもん、抱っこされんの、
ソサリちゃんツタキ様ね、こんにちは。脱走しました、キラー君。自分で開けなさい、ドアぐらい。ドアぐらい自分で開けなさいって言ってんの、分かった？みんなもドアぐらい自分で開けなさいよ、五体満足なんだから。よし、ではお昼配信ここら辺でドローンしようかなと思います。みんなありがとう。また夜配信が仕事バイト終わり次第配信するのでよろしくお願いします。13位から男女発表します。13位シュウさん、ありがとうございます。12位ヤッチンちゃん、ありがとうございます。11位トムピーマンちゃん、ありがとうございます。10位エレキトロ、ありがとうございます。9位タキユンちゃん、ありがとうございます。8位総監督、ありがとうございます。7位 JT さん、ありがとうございます。6位ヒサちゃん、ありがとうございます。5位勝利ちゃん、ありがとうございます。4位ポコヌン、ありがとうございます。3位わっかないちゃん、ありがとうございます。2位ミツバちゃん、ありがとうございます。そして1位がどこ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 ちゃーん、ハチちゃん、ありがとう。ではまた明日の配信で、明日じゃねかった、夜の配信でお会いしましょう。おつたき様でした、ありがとう。お仕事行ってきます。ショールームよろしくお願いします。今日はね、明日朝早いので、あ、携帯忘れちゃった、しまったね。よいしょ、疲れた疲れたよ。今日は、明日は、ちょっと待って、寒い、とりあえず寒い。とりあえず寒い。パジャマに着替えよう。とりあえずパジャマに着替えよう。パパパピパパジャマ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 、疲れた今日本当に。頑張った、めっちゃ胃が痛かったの。なんか今日バイト中めっちゃ胃が痛くて、なんか胃が痛くても顔色が真っ青になったんだけど、胃が痛すぎてそれでしんどかったマジで。胃薬飲んだま治った。やっちんちゃん、グリミルちゃん、ゆうちゃん、ギリギリミヤちゃん、タクちゃん、ヨシイケちゃん、あ、でっかだんだんさん、こんばんは。8、レインボースターありがとう。つかとしおんぷちゅっちゅありがとう。オリゼちゃん、シンバルちゃんありがとう。かっちゃん、JT ちゃん、松崎様です。お、JT ちゃん忙しいね。アバター浮気するたんびにアバター変えなきゃいけないから。スカトシファネベラップありがとう。いただきます、ご飯食べます。いただきます。ヨーグルト
浮気してないよって何を言ってんだか、あゆ太郎のアバター着てて、夕飯はヨーグルトだけじゃないよ。でも腹持ち良さそうだからヨーグルト。てかもうこの前あれ紹介したヨーグルトがさ美味しかった。夜ヨーグルト食べるといいみたいな感じだったから。 JT さんありがとうございます、ポールギフト。オリデちゃんも流れ星じゃないよ、オンプチュッチュありがとう。ディアちゃんこんばんは。でも明日まあ撮影あるからあんまり食べない。もやし、チンしたもやし、米を食べずにもやしで我慢します。とりあえずいただきます。うん、久々にもやし食うともやしってうまいよね。もやしってうまくない？うまっ。リアさんファンレベル10112目ファンファンありがとう。ポッポやすまちゃんさんこんばんは。あ、オンリーライブ申し込んだ、トーク会ありがとう、お待ちしてます。14日でひのくんこんばんは、ラッケのちゃんおつたき様で、14日お待ちしております皆さん、オンライントーク。胃袋が喜んでますわ。ん？めっちゃ泣いてる。何？こっち行けよ。どうした？起きるでしょ。こっちダメよ。よしきくんプチュッチュありがとうございます、こんばんは。うまい。カラオケイベもあと24時間らしいので、あ
と24時間頑張っていきましょう。今日は炭酸水で乾杯。ケーピー、うまっ。シャイで人見知りなのでトークリードしてね。何回言うねん全然いいですよ。お任せください。うまっ。マジで今日胃が痛かったんよな。まかないでもらったなんかおつまみみたいなの食べます。うまい。タンパク質ネギ落ちたの。うん、おいしい。食べてお腹いっぱいのうちに まあいろいろやって今日はすぐ睡眠したいと思います。うまい。ひたすらもぐもぐするっていうね、もうもっぱんだよね。今日はもっぱん。わかります？もっぱんって。ご飯食べる YouTuber いるじゃん、いっぱい。それ。モッパン系ショールーマー、モッパン系ライバーになろうかな。モッパン系ライバーあれって ASMR なんか。でもわかんないけど、なるべく水をさ、そのなんかほら毎日1日2リットル飲んだ方がいいって言うじゃん。だからさ、水をさ、ラーメン食べる配信って何？まあラーメンの店ので配信することはできないからね、さすがに。そんな迷惑なことしたくないんで。初代ラーメン部長としてラーメン食べる配信って言うけど、もうラーメン部じゃないんで私。うん、そろそろエンタメなしにラーメン食べたいよ私は。うん、エンタメありだとラーメン食べるのにさ時間かかってさ、
ラーメン冷めるよね。ラーメンって熱々が美味しいんだよ。知ってた？みんな。みんな知ってた？ラーメンって熱々の状態で出来たての状態が一番美味しいんだよ。みんな知ってる？無言で食べるラーメンが一番美味しいんだよ。無言で食べ進めるラーメンが一番美味しいの。熱々のうちに食べ終わる。知ってた？それが真のラーメンですよ。ひょうしょうさんこんばんは。ケーキアイス、ケーキアイスじゃない、ケーキギフトありがとうございます。トビーマンちゃん、オンプチュッチュありがとうございます。カップラーメンとかよく食べてるけどね、配信で。カップラーメンとかさ、それこそコンビニで買ってき、この前コンビニで買ってきたラーメン食べてたよね。わしわし麺、にんにくマシマシの麺食べてたんだけどね。グリーンウェルちゃん、ホニベラ、そりゃ熱々でしょ。なんかお店でさ、撮影するってちょっと違うんだよな。水蔵橋ちゃん、ありがとう。バットマン、え、だから別に私は写真は撮るよ、パシャッとパシャッと写真は撮るけど、去年アルビの試合で新潟に行った時、西区に井村というラーメン屋さん、美味しかった。井村、西区の井村ってどこだっけ。あー、私行列ができててやめたとこかも。井村、高級ラーメンだった。高級ラーメンじゃない井村って。お高級ラーメンじゃない、結構きれいめな、きれいめな高級ラーメンじゃない、それ違うかな。めっちゃ行列できてるとこあるわ、西区。西区か、あそこ西区なのかな、わかんないけど。井村、違うかな、そうでもなかった。1000円以上するラーメンはもう高いけどね、私の中では。井村、あ、違ったわ。あ、結構美味しそう。え、美味しそう。めっちゃちゃっちゃ系ラーメンやん。あ、え、これ美味しそう。つけ麺はまあラーメンに入れてないんだけど、つけ麺も食べたくなるよね。小針ね、遠いんだよね、西区。西区遠いよね。トムトムさん、あ、トムトムさん、なんか見たことある私。トムトムさんって前私のルーム来たことあります？結構来てました。違うか、違う人だったらごめんなさい。同じ、まあ同姓同名なんていっぱいいるからな。うどもちちゃんこんにちは。水道橋ちゃん、バットマン、ありがとう。皆さん、ラーメンはね、エンタメじゃないですよ。エンタメ？ラーメンはね、エリアちゃんにとってラーメンとはエンタメじゃない。まあ仕事、ラーメンの仕事を、まあ来たら、そりゃ受けるんですけど、あ、もったいないよな、なんかラーメンの仕事、ラーメン。冷めちゃうなって思いながら食べてる毎回。仕方ないんだけどね。ラッシャンポミー、麺伸びるなとか思っちゃうよね、エンタメでやってると。皆さん、ラーメンの動画を見たかったら、中村あゆかのなんちゃらこうちゃらって本当に美味しいのっていうやつを見ればいいと思うよ。おすすめしとくわ。ヒコッ
ぴさんだ、こんばんは。突撃ラーメンみたいなやつおすすめしとく。なぜ突然に宣伝？いやほら、私はラーメンの動画とかあげないから、個人的に、個人的にラーメンの動画とかはあげないからさ、もしラーメンの動画とか見たい方はラーメンのいい動画あるよっていう宣伝ですよ。ラーメンの動画見たい人、いいラーメンの動画あるよ、中村あゆかちゃんのインスタグラムに載ってるよってってことで宣伝しました。めちゃうまラーメン調査隊だって。ディズニーのラーメンって本当に美味しいの？キノコ、このさ、クリーミーな混ぜそばの、ん？クリーミーな鶏そばの遠藤っていうところさ、結構チェーン店だからさ、いろんなところにあるんよ。マジ一回も入ったことないな。鶏そばってあんまりね、私そそられないんだよね。わかるかな、この気持ち。わかってくれる人いるかな。鶏そばにあんまりそそられない人間がい、わかります。多分さ、遠藤の前に、めっちゃ前に新潟の本当駅南方面のところの、今牛カツ屋さんがあったんだけど、今牛カツ屋さんになってるんだけど、こってり系好き。牛カツ屋さんになる前に、もうなん、もうそれの前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 、あそこの店舗めっちゃ変わるのね。だからその前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 のってぐらいの時に、本当に遠藤と同じようなラーメンみたい、ああいうね、泡のラーメン、上がなんかスプーマーみたいなので、あのカプチーノみたいな、カプチーノ麺っていうのがやってたのね。鶏の、しかも鶏白湯のカプチーノ麺、覚えてる方いらっしゃるか分かんないけど、あったんですよ。本当にあったの、そのカプチーノ麺っていうのは。あれ何歳の時かな。うん、キラキラ桜の糸さん、おやすみなさい。ありがとう。明日もあるのでおやすみなさい。私も明日あります。おやすみなさい、ありがとうございます。クリインベルニャンちゃん100キラありがとう。メンゴロね、もうなくなっちゃったんだって。わし鶏苦手だから、鶏が強いラーメンってちょっとなんだよね。いや、私はなんか鶏そばっていうのがあんまりって感じなんだよね。ああ、あれねって、いや分かるわけない、新潟にあれがあったなんて。今なんか遠藤すごい流行ってるけど、その時食べたやつとめっちゃ見た目似てる。なんかあるかな、検索ラーメン。
私混ぜそば結構好きなんだよね。風天の風天の混ぜそばめっちゃ美味しいから食べてほしいんだけど、ご飯もうまいし。うわ久々に三崎屋の三崎屋のラーメンも食べたいな。お、これ東京で食べたラーメン、これめっちゃ美味しくなかった、見せないけど東京で食べたラーメンが美味しくなくてびっくりしたんだよね。ドラミオンプチュッチュ、ありがとう。昔食べたやつ、写真残ってたわ。2017年だからの2016年の時に食べたやつ。ドラミオンパネベラッパ、ありがとう。なかったわ、残念。見せたかったな、もっと前ってことだな、多分2015年より前に食べたんだろうね多分。美味しくなかった、びっくりするほど。ぬるいし、ぬるいし、やばい、びっくりした。あれはコシオンプチュッチュ、ありがとう。ほんとびっくりした、あれはなか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 美味しくないラーメンって本当にないんですよ。普通とかはあるけど美味しくないってなるのはあんまないんですよ。私も人生でラーメンめっちゃ食ってきたけど、まずいなって思ったのは本当そこの3つ、でも3つあるわ。3つある。本当に菊蔵ラーメン食べたことある？ない。菊蔵ラーメン、もうこんちゃんこんばんは、コンパありがとうございます。ねんねんさんもこんばんは。食べたことないな、菊蔵ラーメン。でも私天下一品好きですよ。天下一品のめっちゃこってりしてるやつ。天下一品でさ、あのドロドロって豚骨みたいな感じだと思うけど、結構野菜のペーストとかいっぱい入ってて栄養満点なんだよ。だから具合悪くなったら、坂本ゼロワンもなくなった。いや分からん、坂本ゼロワンは。まあね、ラーメン今ラーメン倒産するのめっちゃ流行ってるらしいけどね。今ラーメン屋がめっちゃ倒産するってニュースでやってたよ。もこんちゃんプチュッチュ、ありがとう。天下一品のチャーハンも美味しいね。チャーハン美味しいとこラーメン美味しいよね。それは本当に真実だと思う。チャーハンが美味しいとこはラーメンは美味しい。ラーメン美味しい、本当に。
すっごいそう思います。すっごいそう思う。チャーハン美味しいって思うとこってあんまりさ見かけないよな。現場近くのラーショーは500円で頑張ってます。すごっ、500円のラーメンね。学校の合宿食以来食べてないかも、500円のラーメンなんて。一蘭も絶品。一蘭美味しいよね。私一蘭めっちゃ好きなんだよ。一蘭めっちゃ好き。一蘭何がいいって、なんかお一人様でもぐもぐ食べれるさ。半玉もあるじゃん。おかわり、半玉のおかわりもあるしさ。いいよねあれね。じゅんくん、たくぞうさん、みつばちゃん、おつたきさまね。あと具が全然ないのがいいよね。自分でトッピングをさ、いろいろ抜ける抜いてもらえるからよね。私チャーシューとかあんまつけなくていいタイプだからさ、チャーシューとか抜いてもらえるのマジでありがたい。ウリームルちゃん、ファネベラップありがとう。風白ね、風白ね一回行ったことあるんだけど、あんま記憶にないから多分普通。たくちゃん、たくぞうさん、キラキラグリッターギフトありがとうございます。じゅんくんも音符チュッチュありがとう。うん、まあラーメンは美味しいって言われて、有名で美味しいって言われて、有名なラーメンは美味しいんだよ多分。美味しいよ。カップ麺は何が好きですか？どん兵衛。圧倒的どん兵衛きつねうどんでしょ。どん兵衛のきつねうどんが1位に決まってる。梅入り巨人軍ちゃん、ゆりちゃんず111人目、111ゾロ目ありがとう。私チャーシューもメンマも嫌いだから具なしでいい。わかる。メンマは好きだから、逆にメンマを増やしてチャーシューなしにしてほしい。バスセンターのカレーの隣の中華屋美味しかった。中華屋、バスセンターの隣に中華屋なんてあるっけ。バスセンターのカレーの隣の中華屋って何なんだろう。バスセンターラーチャー屋の話してんのかな。最近の話、最近の話かな。ラーチャン屋っていつできたんだろう。あそこ多分ラーチャン屋だよね。ラーチャン屋今めっちゃ増えてるんよ新潟。なんなんあのラーチャン屋増やす現象。私はラーチャン屋普通やね。ラーチャン昔からあるからね。私がだって高校生ぐらいからあるんじゃない。ラーチャン屋もう富山の方にあったよね。最初連れてってもらったわな。ラーメンあっさりで、ラーメンがあっさりだからさ、チャーハンも一緒に頼む。どん兵衛が一番好きだから、どん兵衛プレゼントしてほしい。ラーメンのカップ麺の中で一番どん兵衛が好き。あ、関東バージョンね。ちゃんと東バージョン、西のどん兵衛はちょっと本当に申し訳ない。本当にごめんだけど、西のラーメン、西のどん兵衛本当に好きくない。私西でどん兵衛買って食べた時、味違いすぎてびっくりしたもん。そこでめぐ姉さんとランチしました。ランチも関西のがうまいんだよ。え、関西の方がうまいの。味覚が違うわやっぱり。私は関東の方、東の方が圧倒的うまい。東の方が圧倒的うまい。関西は無理。味が薄い。味が薄いし、なんかよくわかんない味する。
色も薄いよね。だからスープの色も薄いよね、関西ね。今もう西東どっちも売ってるもんね。イボの糸のカップ麺も出た。イボの糸、今度からイボの糸カップ麺で送ってください。本当にプレゼントカップ麺でお願いします。イボの糸重たいんだよね。出汁が効いてるでしょうが、いや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 、待って、東の方がちゃんと味するよ、出汁の。あっち出汁の味全然しない、何にも味しない、出汁の味。ごめんだけど味薄いよ東、マジで重たい。重たいからすか、しかも JT ちゃんいつもさボロボロの袋でくれるからさ、 JT ちゃんいつもボロボロの袋でさ、醤油の味じゃないです、こっちだってちゃんと出汁ですけど、何ですか、戦えますか、ちゃんと出汁の味しますけど、こっちだって何言ってるんですか、そっちだって醤油なんじゃないですかそっちだってどうせ醤油でしょ、ほぼだよ、ほぼいつもだよ、ほぼ 90% ぐらいボロボロ、なんかもう襲われたんかなみたいな。関西の人からしたら関東の真っ黒なつゆはって感じみたいですよ。真っ黒なつゆだって言うじゃん、なんだあの真っ白な真っ白なつゆはって思いますよ。だしの味もしないし、味がしないもんごめんなさいでした。ちゃんとだしの味します、こっちだって。どんべどんべ、たくちゃんおぷちゅっちゅありがとう。さ、逃げた、逃げんじゃねえ、戦え戦えよ。え、今どんぎつね男なん、なんで。東のつゆは本ガツオとなんちゃらガツオの重ねだし、あのどっちも醤油使われてます。丸大豆醤油が調和したコクと旨味を感じる味わい深い濃い色のつゆ、西はカツオと昆布の重ねだしで丸大豆醤油使われてます。どっちも醤油使われてます。そして色が薄い。あ、麺も違うんだって。コシのあるうどん、わかる。なんで西の、なんで西のどん兵衛ってこんなに麺がふにゃふにゃなのって思った。あんまりなんかコシの強さなくてびっくりした。そうなんだよ、びっくりした。あ、でもお揚げは西の方が甘いらしいよ。へーへー、え、しかも七味も山椒が入ってるらしい、西は。こっちは赤唐辛子の華やぐ彩り、あっちは山椒らしいよ、七味。へー、色全然違う。昆布って色薄いってことなのかな。あーね、あーって感じ。あー、ふん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 、北もあるっぽいぞ、北のつゆだってね。北海道限定で違うやつがあるぞ。北海道限定で北の北バージョンがある。ロイズのチョコはボロボロではなかったよね。あ、箱が、あ、でもなんかすごいガッシガシだった、ガッチガチやった。
ボロボロではないけどガッチガチやった。これ食べたい、北のどん兵衛。誰か北海道行った時お土産に北のどん兵衛買ってきてください。いっちゃ嬉しいかも、お土産。まあじゃがポックで美味しいから好きだけど。いや絶対東、マジ東。いや西のどん兵衛食べた時の衝撃がびっくりしたもん。なんでどん兵衛食べてんだよってね。大阪まで行ってなんで夜ご飯どん兵衛なんて思うよね。私さ西と東でさどん兵衛さ出汁が違うっていうのをさ知らなかったの。まずその時知らなかったの私マジで。だから普通に食べ慣れた味で食べたの。食べ慣れた味で食べたら全然違う味して、私なんかお湯の分量間違ったかなとか思ったもん。びっくりした。でもそれなんだよね、それが普通なんだもんね。そうするとやっぱ関東圏って味濃いの好きなんだろうね。寒いから味濃いのが好きなんだろうね。ツッチーさん、みつばちゃん、プチュッチュ、おつたきさんまで、ひろしんちゃんこんばんは。何気に有名な福岡のうどんは全くコシがないらしいです。コッシーがないラーメンか。コッシーがないラーメンはちょっと本当に衝撃を受けた。食べてもないのに、いや東の方が絶対うまいでしょみたいな、あの憶測でさ言う人はちょっと、私はそういう人は嫌いです。はい、食べた上でちゃんと東も西も食べた上でどっちの方が美味しいみたいな、あの決めてほしいよね。食べた上でどっちの方が美味しいっていうのは別にいいんだけど、食べてもねえのに、いや東の方がうまい、いや西の方がうまいに決まってるみたいなね、言い争うのはちょっとね、ちょっとおかしいよね。そこは食べてから決めてください、そこはちゃんと吟味してくださいと思う。売ってんだから。たまに売ってるよ西のやつ、本当にこっちにも。誰か買うんかなって思いながら見てるもん。やばい。でも一番好きなカップ麺はどん兵衛です。どん兵衛のきつねうどん、私はだし濃いめの西が好きですけどね。やっぱりおじいちゃんになってくると薄くなってくるんですかね、味覚が。どん兵衛は、まあ、どん兵衛が一番うまい。トータルでどん兵衛というラーメンを作っ、カップ麺はうまい。どん兵衛というカップ麺が一番うまい。おじいちゃん言うなし。おじいちゃんでしょ。でももう孫いるんでしょ。もう投げないからな。オッケーオッケー、分かったよ。じゃあ投げなきゃいいじゃん。そんなことだけでさ、おじいちゃんって言われただけでさ、ケチケチ。おじいちゃん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 、頑固おやじ、おこりんぼおやじ。ケチ、おじいちゃんのくせにケチ。ケチじゃない、全然ケチじゃない、全然ケチじゃない、全然おじいちゃんじゃない。
赤ちゃん、ありがとう蜂赤ちゃん、ありがとう蜂赤ちゃん、かわいいよ、今日も偉いねじゃあおじいちゃんが、やおじいちゃんって言わなくて赤ちゃんって呼ぶわ、赤ちゃん極端、極端すぎる、お兄さんとかじゃないっていうね、お兄さんとか言うお兄さんとかさ、まださおじさんとかさ、おじさまとかまだ段階があるのにさ、おじいちゃんと赤ちゃんしか段階が踏んでないってねありがとう、ハチからなんとパフェタワーいただきました。なんでケチって言ったらパフェタワー来たんだけどありがとう、 Thank you、 そういうとこ好きですよ、意地になって、いえいえ申し訳ないね、おじいちゃんなんて、でもおじいちゃんでしょ、もう孫いるんじゃなかったっけ、娘さん結婚して子供、娘さん結婚して子供いるんじゃないの、違うの、いないの、すごいよな、タワー立ててくれてありがとう、嬉しいです本当に、孫はまだいないんだ、それは失礼、タワーがいっちゃ嬉しい、ショールームでタワーがいっちゃ嬉しい、やっぱり、はい、あざす、パフェタワーありがとうございます、 Thank you、 今日は吹き出しを書いてみた、はいこんにちはって言ってる、吹き出しを書いてみました、ありがとう。もうさ、前まではさ、ジロジロ、前まではハチのことジロジロ見ないとさ、アバター描けなかったけど、もうさ、結構さ、見なくても描けるようになってきてる、ハチの猫のアバターが。すごいね、成長、これが成長って言うんですよね多分これが成長って言うんですよね、てか昨日あれなんですね、え昨日キングオブコントやってた、私キングオブコント見るの忘れた、最悪、でもバイトだったから見れないか、よしそのアバター作ればいい、アバターこのアバターパクっちゃダメだよ
あれ今日、あ今日だ、そう今日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 12って書いてあった、今日か12。えキングオブコント誰が勝ったんだろう。いいよ私はネタバレしてもいい。マジ？いいが、マジおめでとう。やっとじゃん、ラブレターズ優勝した。ほんと？すげー。待って待って待って。うんうんうん。あ、ジローちゃんだ。そうジローちゃん。そうだよね。ジローちゃん、まあ納得だわ。ジローちゃんね。96、94、95、95、高っ。ゆうは何しに海岸へ、めっちゃもろ。93、94、95、96、94。あでも後半、はいはいはい。あーマジ、ロングコートダディ2位だったんだ。いいやん。ファイヤーサンダーって何だったっけ、なんか聞いたことある。また隣人出てたんだ、すご。花屋、ダンビラムー、ダンビラムーチョすごいね。ダンビラムーチョすごいね。え、すごくない？ KOC も出てるよ。だからどっちも狙えるってことだよ、ダンビラムーチョって。でもロンコートダディもそうなんですよ、そう思ったら。すごい。シティホテル3号室。誰？ちょっと見たい。シティホテル3号室。黒！相方黒。タイタンだって。すごいね。まさかキングオブコントにもタイタンが現れるなんて、タイタンの芸人さん最近面白いんだね。多分黒、ほら。びっくりした、今。飛んでったら。黒いの出てきた、ほら。自分も人のこと言えないけど、くろ。ちょっと調べとこう。りょうたと押田だって。趣味バンドのベースしてな、ベース。あ、でも待って、2019年7月に決勝に出演する。マジで？シティホテル。2019にいたんだ、シティホテル3号室。すごい。ロングコートダディおもろいよね。ヤダンまた出てたんだ。え、見たい。ヤダンが、あ、ヤダンが743。え、474で負けたの？あ、ファイヤーサンダーが、そっか、3回目だから、ラストなんだよね。ファイヤーサンダーさんが746点のロングコートダディが475で、ラブレターズが475、同点で。うわー惜しかったんだ、やだん。うわー、またじゃん、また挑戦しなきゃじゃん、やだん。結構なお年ですよね、やだんさんたちは。隣人チンパンジーの別れ絶対面白いじゃん。お、すごいね。ラブレターズ最後の最後なでさ、この点数取ったんだね。いつもさ、ラブレターズってさ、序盤に出てきちゃってさ、なんか面白いのに面白くない判定されちゃう感じとかあったから。そう思うと、ロングコートダディすごいね。一発目から。ファーストステージ一発目から出たのかな、これ。こう順番かな、もしかして。違うのかな、これ何の順番。コントのタイトルは出場者が大会に提出したもの。ネタバレ恐れないですよ。いや、ねえ、私はこれを見て、これを見て、あゆみちゃん、ハットとおめめのハロウィンケーカップケーキ、流れ星いっぱいありがとう。キューキューさん、おつたき様です、こんばんは。私はこれを見た上で本当に、
この1位2位3位が面白かったかっていうのを再度私が確認するんですよ。本当に私はあの再度確認する、もう優勝者は決まってるにもかかわらず再度確認して誰が一番面白かったかを自分の中であの決めますなんで本当になんでいいんですよ、私はもう独断と偏見で見て自分の独自の審査をしてるんで、はい、自分の中で何点だったかっていう。まあ飯塚さん98点出してんのすげえな。でも飯塚さんがね好きなコント、私好きじゃないコントだから多分好きじゃないんだと私東京03の飯塚さんが得点めっちゃ高くつけてるコント全然自分笑わなくて、飯塚さんがめっちゃ一番その点数の中で厳しい低い点数つけてるコントを私はめっちゃ笑っちゃうの。多分飯塚さんがこの点数つけてるってことは私の中ではそこまでなのかもしれないなってちょっと今見てる。毎回そうだから、まあ、正反対でもさ厳しめの中で98点、飯塚さんの98点を出したのはすごいよね。このファイヤーサンダーさんはファイヤーサンダーをしたいのに、ファイヤーサンダーファイヤーサンダー、ファイヤーサンダー、キングオブコント、いましょう。ラブレターズこんな髪色になってたの？まず、ももクロ大好き。ももクロオタク。こんななっちゃって。泣いてんじゃん。そりゃ泣くよな。西岡中学校の、あの、校歌のさ、校歌の、ネタをキングオブコントで最初見た時、わあこんな面白い人たちいるんだみたいな。17代目、ジェイソールブラザーズでもまだ3代目しかいないのに。メンバー見たいよね、決勝メンバー詳細。お笑いの祭典があったってことだから、お笑いの日か、お笑いの日があったってことはその前に何かあったのかな、キングオブコントの前に。あ、あるね、やっぱりザ・ベストワンがあったな。でもよかったね、ラブレターズ優勝できて、こんだけキングオブコントに決勝出場してていないよ。日本の社長、ファイヤーサンダー、ヤダ、ラブレターズ、隣人ロブコート代理、カカオ、ダンビラムーチョ、シティホテル3号室。これ隣人でしょ、ダンビラムーチョ、シティホテル3号室。トリオいました、トリオ。まさひろさん、こんにちは。トリオの方いました、セミファイナリストはいいんだよ。10組の写真を見せてくれ、もうちょっと。あ、カカオっていうのが3人だったんだ。めっちゃ若っ。絶対これ私より若い。このカカオっていう人たち絶対若いよ。まだ20代前半とかじゃない、わかんないよ。そういう風に見えるだけなのか。決勝初出場、ダンビラムーチョ、シティホテル3号室、コットン。日本の社長も5年連続決勝進出してるよ、すごねえ。ファイヤーサンダー、ファイヤーサンダー去年どんなネタしたんだろう、2年連続だから。やだね、3年連続。2年連続5回目の決勝進出。ラブレターズ、すごい。隣人はすごい覚えてる。なんか隣人なんかさ、
人参さ去年めっちゃ好きだったんだよね。なんかチンパンジーにさ、チンパンジーに落語を教えるみたいなネタしてたんですよ。めっちゃおもろって思ったけどね。ねえ、なんか決勝行ってた気がする。2回ぐらい見た気がする。隣人で去年に決勝進出してんじゃない、決勝とかラウンド2みたいな。違ったっけ。なんだよね、準優勝。すごい、もう隣人結構好きなんだよね。なんか変だから。でも隣人のカードが出ても全然嬉しくない。またチンパンジー出てくるじゃん、隣人。隣人またチンパンジー出てるよ。チンパンジー別れ。え、ってか私じゃあ伏線回収してんじゃないのこれ。去年のやつ見てるから。去年のやつ見てない人どうなんだろうね。日本の社長にはやっぱ厳しいね。日本の社長に厳しい飯塚さん。コットンそんなに点数伸びなかったんだね。ダンビラムーチョ でもみんな点数高いわ。80点取ってる人いないわ。いや80点台を出したことのあるキングオブコント、コント師なんているんかな。いるか。昔結構もうちょっと厳しめだった気がするんだけど、それこそ三村さんとか、三村さん、ん？サマーズとかがさやってなかった？昔はこの審査員をさ。いやー見ないと。やばい、どうしよう。見たい、今から見たいんだが、どうしよう。明日見るんだけど明日朝早いからさ、明日地味で朝早いから見たいのに見れない、この気持ち衝動。でもラブレターズ良かったね。私ラブレターズ優勝するの楽しみにしてたから嬉しい、嬉しいわ。キングオブコントでラブレターズがなんか優勝してんの見れんの楽しみ。どんなネタしたのか楽しみ。すぐ見なさいよって。明日朝早いから見れないんだって、起きれなくなっちゃう。早いっつったって別にここに10時、朝10時に寝ればいいから、8時ぐらいに起きればいいのか。早くてもミツバチはおんぷちゅっちゃありがとう。見たい。全然ネタバレ OK よ。 M1 はネタバレされるの嫌だけど、キングオブコントはネタバレされてもいい。てかさ、別にネタバレしなくてもさ、ヤフーネットニュースというやつがさネタバレしてくんだよね。毎回ヤフーのネットニュース速報がネタバレしてくるんだよね。まあそれに、そのタイミング、まあ私ほら M1 はさ毎回さ絶対休み取って見るから、敗者復活から。 M1 はねマジで見るから、ちゃんと見る。
めっちゃ見てたよ私ずーんと。 M1 ってねクリスマスクリスマスイブぐらいにやるんよ毎回。マジでおもろい、ずっとテレビに張り付いて見てる。で点数つけて、なんかさ敗者復活は点数つけられるから点数つけてんので、毎回私が点数高くしてる人たちギリギリ2位とかでさいけないんだよね。まあネタ バレてもネタに別にかネタわかんないよね。みんながさネタ再現できないでしょ。だって正直お休み音符ありがとう。百キラとミツバちゃんもプチュチュありがとう。みんなだってさネタバレできないっしょ精密に。どういうネタだったよみたいな、こうこうこうでこういうことしてオチがで中間でこういうことしてこういうボケがあって最後こういうオチで終わったよみたいなのできないでしょ。漫画とかと違うからさ、1話完結じゃん正直言ったら。コントってコントって1話完結だからさ、どこで誰がどういうボケをしたまで言わないとさわかんないじゃん。私あんまりネタバレとか本当にネタバレ禁止人間じゃないから全然大丈夫。楽しみってかマジでワクワクする。お笑いがいっちゃおもろいからな。お笑いが一番面白いトークサバイバーなんてもう一瞬で見終わったもんね。うん全然お笑い大好き。なんでこんな面白い人たちが世の中にわんさかいるんだろう。人を笑わせる職業についてる人たちってすごい本当に。それを目指してるだけですごいと思う。あんな人を笑わせるってめちゃめちゃ難しいことだけど、意図的にちゃんと構成を作って笑える部分とかもちゃんと練り込んで本当に笑えるじゃないですか。それがすごい、本当に笑いを起こしてるのがすごい。もうなんかリスペクトって感じですよね。ねえ、だからもう斎藤メンバー大変っすね。私お笑い、まあなんていうの、お笑い芸人はゲスであって、なんかお笑い芸人はなんか昔から結構ほら女遊びがひどいとかゲスだとかさめっちゃ言われてたじゃん。全然それでいいなって思うんだよね、まあ、今の世の中めちゃめちゃ厳しいけど、芸人さんはそういうそれをネタにして面白くするじゃないですか。それであってほしいなって思いますね。まあ被害受けたら、被害を受けたらもしかしたらなんか印象とか考え方変わるかもしれないけど。斎藤メンバーね、いやメンバーって言われてるのがめっちゃ正直いい、まあ、本当は笑っちゃいけない、本当は笑っちゃいけない、不謹慎だし失礼なんだけど、斎藤メンバーって言われて書いてあった時何メンバーってって思ってめっちゃ笑っちゃった。その LINE ニュースかなんかで最初に見た時斎藤メンバーって書いてあって、メンバーって何なんかそういうの起こす、なんでどういうさ意図でメンバーになるの、あれって何をしたらさそのメンバーになるの。山口メンバーもそうだし、山口メンバーもそうだし、あの斎藤あのメンバーって書かれる人たちは何をさしたらメンバーになるの、メンバーっていう表記になるの。稲垣メンバー私分かんなかったんだよね。私なんか稲垣メンバーをもう忘れ、でも初代メンバーは稲垣メンバーらしいからね。稲垣メンバー、山口メンバー、斎藤メンバーになっちゃった。メンバー表記って何なんだろう、あれ誰だ、なんでメンバーになるんだろう。他にいい表記があればいいのよね。
でもさ、悪いことやったんだから別に被害者と加害者だから容疑者とかで全然いいのに、悪いことやったんだから悪い表記でいいんだけど、メンバーってよくわかんないよね。斉藤さんね、もう多分リークされますよみたいなので、もう多分週刊誌とかそういうのにリークされますよってもうずっと言われてて、それでも精神的参って多分活動休止したんだろうね。それが出る前に具合悪くなっちゃったんだろうね、精神的に参っちゃったんだろうね。ジャンポケね、2人になっちゃったもんね。おたけ最高潮がおたけと太田さん、え、なんかのさ番組でなんか解散ドッキリみたいなので、なんかさ解散ドッキリみたいなのでおたけとお二人でやっていくしかないみたいな解散ドッキリやってた気したんだよな、太田さんが解散。そしたらガチでなったね、二人にすぐなったね、すぐ解雇になったもんね、契約解除になって。すごいわ、大滝メンバー気をつけてくださいね。大滝メンバーって、メンバーって、でも女の人はメンバーってつくことないよね。大滝メンバーっていうか、女の人でメンバーついてる人いないもんね。初代メンバーにならないように気をつけないと、女性初のメンバーにならないように気をつけます。本当にハクロちゃん、お星様ありがとうね。ロケバスでね、やめてください。よかった、私そのロケバスに乗ってなくて当たり前なんだけどさ、そんなに有名人じゃないから、有名人の方と。タズ太郎ちゃんの推しは斉藤さんと共演があるみたいだけど、カズーちゃん、ハクロちゃん、おつたき様、そのちょっと鉢合わせたらやだよね。おお、すいません、二人でイチャイチャしてる部分にさ二人でイチャイチャしてるところにさ、あー疲れたとか言って、まあ、何もさ、お疲れ様ですって言ってさ、静かにさ、お疲れ様ですって入っていっちゃって、二人の空間になってるから、もう多分周りの声とか聞こえないわけじゃないですか。あ、すいませんって逃げるよ、私だったらもう降ります、そのロケバス降ります、一旦ビビる。あ、見ちゃった、賄賂とかもらいそうだよね。そんなん怖いからいらないし、巻き込まれたくないからな。けどそんなことするんすかね、するかね、するんじゃないですか。したんだもん、もうした事実があるんだから、もうしたんよ。するんですかねっていうか、もうしてした事実があるから、もうしちゃってる、だからもういいんですよ。本人が認めてるんだって、もう本人たちで解決すればいいのよ。こんなの関係ない、うちらには、マジでうちらに関係ない。ファンデベメンバー大募集、イエーイ、あれ、メンバー大募集です、お願いします。え、タツタルちゃんもしかしてファンデベメンバーになったの、ありがとう。SKE の元メンバーが詐欺かなんかで逮捕されてましたね。あー、それもね、わかる。大変だね。私も友達にネズミ講で騙されるとこだった、もうちょっとで。ネズミ講のセミナー連れてかされるとこだったから。浜クジラちゃん、こんばんは。ミツバちゃん、プチュッチュありがとう。悪いことしないようにしないとね。詐欺とかはまあ、悪いけど。不同意なんちゃらっていうのはちょっと、浜さんメンバー、
やめて、ハマクジラちゃんのことメンバーにすんのやめて。ハマさんはファンレベル10人にまだなってないんだよね。ハマさん、ハマさんまだファンレベル10なってないわ。友達ネズミ子になってたのいっぱいいた。マジメンバー表記はよくわかんないわ。草薙さんもメンバーになってたわ、そういえば。あの公然わいせつで、あの時はメンバーじゃないのか、でんぐり返ししてたんでしょ。すごいよね、酔っ払ってさ全裸で公園ででんぐり返しって、よっぽど酔っ払ってないとそんなことしないよね。服脱ぐタイプのさ酔っ払いってでもさいっぱいいるよね。うん、周りにいるわ服脱ぐ系の酔っ払い。私の周りにも今、お客さんとか飲食店で働いてるとね、いますよ。この前もねいましたもん。この前もまあ上半身だけですよ、全裸とかはないけど、上半身自分の白い T シャツをビチビチビチって破って、やっぱ飲み会だった、会社の飲み会だったのか分かんないですけど、下っ端なのか分かんないけど、ムチ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 じゃない、ムキムキの、まあ結構鍛えてる感じの人で、私がドリンク運びに行った瞬間、お待たせしましたってドリンク運びに行った入った瞬間にブチ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 って引きちぎってて。T ショーツブチ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 って引きつげってこんなことやってて、もう混乱だよね。こっちから、で私からしてみる、え、そん、あ、すいませんみたいな感じ、ね、タイミング悪いのか悪いのか、まあ、筋肉、肉体美ではないけど筋肉見れたけどさ、そうそうそう。いやケンシロウはさ勝手にうーってやったらビリビリビリって破られるけどさ、その人は自力で人力で破いてました。人力だったんでちょっと7つの傷だけはなかったっすね。北斗の拳みたいに全自動で服破れるわけじゃないんで、あら素敵とはならなかったっすね。ちょっと顔イケメンじゃなかった。顔がちょっとイケ、あの私の好みではなかったので、あら素敵とはなりませんでした。やっぱ私体より顔見ちゃうから。体より顔見ちゃう、目線は顔に行くわ。やっぱり顔が素敵で体も素敵だったらもうとんでも素敵ってなっちゃうね。あらとんでも素敵。あらとんでも素敵ね、あなたの体と顔って。パンツビリビリじゃなくてよかったですね。ね、よかったです。目の前でパンツビリビリなんてねしてさ、情けないもの見せられても困りますよね。情けないとか、情けなくはないかもしんないけど、立派かもしんないから、情けないもの見せられてでも困りますからね、こっちだってね、うん、リコピンちゃんファネベラフありがとう。
そうですよ、被害者ですよこっちは。そんな見せられたら、そんな見せられたらもうちょん切りますよ。スパッチョキッ。キッチンからキッチンバサミ借りてハサミでちょん切りますよ本当に。目の前でそんなことされたら、うんともすんとも言わず、もうタッ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 てもうちょん切らないであげて。こんな私の、こんな私の目の前、こんな可愛らしい、こんなか弱い可愛らしい私の前でそんな情けないもの見せるな。チョキッ。キャーンってなります。ちょん切ります。情けねえっていう歌があるんだ、トンネルズ。あ、なんか聞いたことあるかも。トンネルズで情けねえ。なんかバナナサンドのなんか釣られちゃいけないやつで聞いたかな。うん、ちょん切らないであげて、はい了解です。でもそういう人いますよ普通に、お客さんね。多量出血多量死んじゃいます。こっちは見せられた分際ですからね。こっちはなんか見せられちゃってるからマジで。そんなもの見せやがってって。いやでもね、その脱ぐよりも、脱ぐ人は別に個人的に T シャツがさビリンビリンになってさ終わっちゃうだけです、ダメなだけでさ、自分の T シャツしか被害がないわけじゃん。もう一番タチ悪いのはね、タチ悪かったのはね、喧嘩ですよ喧嘩。酔っ払いの喧嘩、酔っ払いの喧嘩が一番タチ悪いです。うるさいし、グラス割れたりさ、皿割れたりさするのがいっちゃんだるい。口喧嘩でも周りのお客さんにさ響くからさ、口喧嘩でも響いちゃうからさ立ち悪い。喧嘩し、なんでこんなとこまで来て喧嘩するわけ。外でしてもらっていいっすかって思うもん、マジで。喧嘩なんて、お、ゆうちゃんプチュッチュありがとう。喧嘩は立ち悪い本当に。あと一粒の涙で、明日が、今日が土曜日で明日日曜日。りゅうたさんこんにちは、おつたき様です。ニックネームさん、ファンレベルアップありがとうございます。喧嘩はね見てらんないよね。喧嘩は女性が止められないのが一番大変。やっぱ男同士で喧嘩してると力強いからさ、喧嘩止めらんないよねさすがに。ニクミームちゃんファンレベルアップありがとうございます。あと一粒の涙で一言の言う、私は酔っ払ってもほぼ変わらないので大丈夫ですよ。どうかな、まあ、迷惑さえかけなきゃいいと思います、お店にも人にも。
目がシパシパする。うん、しちゃう。お、0時13分早いね。みつばちゃん、プチュッチありがとう。皆さんありがとうございます。今日も配信ありがとうございました。ゆたか23歳こんにちは。ゆろり終わろうかな。あともろもろまだまだやらなければいけないことたくさんでもないけど、まあ1、2時間よし、2時だ。目標2時に布団に入る。目標2時に布団に入る。タカさんツタキ様、ユタカさんもツタキ様、エイキリアウシありがとうございます。タツタルちゃんもプチュッチありがとう。みんなありがとうございます。2時布団潜る、頑張る。箱押しメンバーになってるのめっちゃおもろ。みんなやめてね。明日になったらみんな急にメンバーになってない。ハチメンバーとか、タズ太郎メンバーとか、ハマクジラメンバーとか、タクメンバーとかになってないでね、明日。急に。ちょっと、治安悪いルームみたいにならないで。では、男女発表していきまーす。13位、シュウさん。ありがとうございます。12位モンコンちゃん、ありがとうございます。11位ドラメ、ありがとうございます。10位ミツバちゃん、ありがとうございます。9位トンピーマンちゃん、ありがとうございます。8位ジュンくん、ありがとうございます。7位タクちゃん、ありがとうございます。6位ユウちゃん、ありがとうございます。5位ツカトシ、ありがとうございます。4位ユビさん、ありがとうございます。3位おたけちゃん、ありがとうございます。2位箱推しメンバー、ありがとうございます。そして1位がどこ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 じゃーん、はちちゃん、ありがとう。Thank you、 みんなありがとうございます。誕生皆さん、リーナ席の皆さん、あそこから応援してくださった皆さん、ありがとうございます。嬉しい。アルパカちゃんもつたき様ね、ありがとう。ではまた明日の配信、明日の配信ゲリラになります。よろしくお願いします。よろしゅー。ゆりちゃんズ元メンバーにならないように頑張りお願いします。それは本当にありがとうございました。お疲れ様でした。おやすみなさい。ありがとう。ちゃんとおたけ届けます。だから届かないとおかしいから。ありがとう。